久保さん、いろいろ例えてますね。いや、青山とかね、あれですからね、もうね、そもそもスーツ使わねえじゃんみたいなね、時代の変わり目というか、まあ変わり目というか、まあ今後も何あるかわかんないですけど、まあ今回はですね、今さっき19歳の子からメッセージが来まして、でなんか200冊ぐらい本読んでて気づいたらしいんですけど、で200冊目まあ僕の本を買ってくれたらしいんですけど、最後の本にしますみたいな。で気づいたのは何かというと、アウトプットしないと意味ないなっていう。そう。勉強って何のためにするんですかね。勉強って何のためにするんですか。まあ少なくても、まあ小学校とか中学校とか高校とか大学、なんで勉強したのかっていうと、勉強めちゃめちゃ好きだっていう人って結構少なかったと思うんですよ。まあ僕はもうめっちゃ大嫌いなタイプで勉強しなかったんですけど、勉強好きだみたいなね、今日も学校で勉強できるって思って学校行ってた人って結構少ないと思いますよ。じゃあなんでそれでも勉強するのかっていうと、多分テストなんですよ。テスト、テストでいい点数を取るっていう一つのなんか指針というか目指すべきところがあって、で、まあ、もしテストで点数取れなかったら、まあ親になんか言われるとか、あとはテストでいい点数取れなかったら、ある程度の点数取れなかったら高校進学できないとか大学進学できないとか、まあそういう過程プロセスがあるからみんな勉強してきたと思うんですよ、嫌いでも。つまり勉強したことをアウトプットすることによって点数がつくわけじゃないですか。だからまあ僕たちってそのなんだ、学校教育、義務教育でまあ少なくても小学校中学校行ってる人ほとんどだと思うんですけど、アウトプットしてるはずなんですよ。勉強してテスト受けないってことありえます？まあ風邪でどうのこうのとか別ですけど、それでテストしなかったら何のために勉強してるんだっていう話で、要は使わなかったら意味がないというか、使わなかったらまあ使えなくなるし、まあ僕いつも思うんですけど、なんか武器がありませんとか言う人いるんですけど、口喋あるやんみたいな、喋れるでしょうとか、見えるんでしょうとか、歩けるんでしょう、武器でしょうとか、てか使えるもの使ったら武器になるよっていうね、手持ちのカードにもリンクする部分あるんですけど、なんか使えるものいっぱいあるのになと思うんですよね。まあ YouTube に関してもやれって言ってますけど、 YouTube も今使えるじゃないですか、誰でも。だからなんか本当使わなくなったら使えなくなるし、使わないと意味がないくはないんですけどね。まあ例えば意味がないくない、どういうことかっていうと、久保さんの車ですよね、見てるだけでいいみたいな。まあ車って本当は移動手段というか、まあ僕はもう完全移動でバンバン使ってるんですけど、久保さんはね、まあ毎日眺めてるだけでも余韻に浸れるみたいなあるじゃないですか。だから車っていうものを、でもまあそれも使ってるっちゃ使ってますかね、どうなんだろう。運転としては使ってないけれども、自分の何かを満たすためには使ってますよね。じゃあ使わないもの買います？じゃあ100均行くじゃないですか、安いからって言って使わないけど買います？もし使わないでも買うんだったら全部買わないといけないですよ。買いますか？100均で。安いですよ。じゃあ今1万円札がありました。財布にね。1万円札がありました。で、使わないものでも買うんですよ。そうすると、100円で何個買えるんだ？ 10 個で1000円でしょ？ 100 個買えますよ。まあ消費税すいません。ちょっと抜きにしましょう。消費税分かりやすくするね。100個買えますよ。
いらないもの100個必要ですか？買いますか？100均行って。100種類ぐらい100均ってありますよね。どうすかね？ 100 均行った時に使うものを選んで買ってません？だから使いましょう。本当に。アウトプットしないと意味はなくはないけれども、アウトプットしないと、まあお金は稼げないし、そもそもね。まあそんな感じですね。まとめると、使えるものを使えですかね。いってらっしゃい。